岸岸田田総総理、岸田総理、お金が足りないたんびに人からもらっててどうするんすか何のために政治家いるんですかちょっとは工夫してね国民から絞り上げなくてもお金が増えるような仕組み作っていかないとそれはね小遣いが足りないからっつって「父ちゃんもうちょっと小遣いくれよ」ってってもお父ちゃんの聖徳が増えないわけだから小遣い増やしようがないでしょねっ だかららいくらね岸田総理が金がいる金がいるって言っても国民が豊かじゃなってないのに国民から吸い上げるのに限界があるでしょ。まあ、つまりどうすればいいかっていうともっとね金を稼ぎやすい環境を作ってくれれば GDP が500兆とか600兆とか700兆とか1,000兆になるでしょそしたらパーセンテージ変えなくても欲しい税収は上がっていくじゃないですか。 だからね、パーセンテージを変えなくても、額が変わるように、率じゃなくて額発想していかないとね。まあそもそも日本が経済成長してないのは誰のせいなんだって話じゃないですか。まあ岸田総理個人のせいだとは言いませんけどね。岸田総理がお世話になってる自民党が不甲斐ないから、舵取りがしょうもないから、こんなことになっちゃって、25年も30年も、ね、国民の生活が 楽にならならい逆にですよ逆に中央値で平均所得が100万以上も下がっちゃってるのこれどうしてくれるんだということですよで企業の方には使わないお金つまり内部留保がたまりまくっていてね行き場を失ってるわけですよだからまずは法人税を元どりグッと上げてね住民税プラスで55%そしたら企業は儲けても取られちゃうから使うようになるでしょ 何に使うか、設備投資しようかなとかね、新しいパソコン買おうかなとかね、社員旅行でも行かせようかなとかってなるわけじゃないですか。まあ、そういった方向とかね、あ,あどうせね、どうせ税金で取られるんだったら、利益出してもしょうがないなと。出す利益を、ちょっと税理士さんに相談して、税理士さんは、そうですね、もうちょっと経費を使って、まあ、世の中に還元した方がいいですよ、社員に還元した方がいいですよ。取引先と接待とか行ったらどうですか。ね。 なんとかしゃぶしゃぶとか、あじゃあいう時代取り戻しましょうって言ったからね。じゃあ、接待交際費、社員にバンバン使わしてね。そしたら、わあ、サラリーマンって素晴らしいなーと、飲み会嬉しいなーみたいなね。そんなことになるわけですよ。そしたらね、今日一杯どうかねみたいなね。サザエさんみたいな会話も行われますし、今日お雀ゃんどうみたいな感じでね。いいねーってね、上司部下の付き合いも広がっていって、サラリーマン万歳社会がやってくるわけですよ。そうやって、 分厚いい中間層を作っていったらどうですか、ね、ええー、まあ有効労働人口6,000万人のうちのね3,000万人ぐらいが結構な稼ぎつまり分厚い中間層になったら自然と税率なんて変えなくても税収は上がるんじゃないですかまあでもね根本的にはね税金が財源という考え方をなくした方がいいんで安藤博史チャンネルを見るかそれともね西田昌司チャンネルを見るか週刊西田を見るかね そういうところから、基地ソウルも勉強した方がいいんじゃないですかね。行ってらっしゃい。